どうも、ノプロです。チカです。さあ、ということで今日は衣替えしました。イエス。ありがとうございます。二人とも新しいパーカーというか、上に着るものをゲットしました。いいよね。いかがでしょうか ?500 円ちょっと。400円。安さ重視。でも、チカのパーカーとかさ、安い割に結構おしゃれに見えるよね。なんか、無地だからさ。うん。変になんかチープなデザイン入れるとさ、なんかちょっと安っぽい。うん。感じ出ちゃうじゃん。さあ今日なんですけども、まあ、エジプトの一応ひとしきり旅が終わったということで、その振り返り編を撮っていきたいと思います。はーい、行ってみよう。行ってみましょう。まあ、普段みたいに結構国の振り返り動画って、まあ、いくら使ったかとか紹介してるんだけど、うん、ちょっと今日はそこはカットして、まあ、動画の中でもいろいろと物価事情は載せてたので、ちょっとそこはもう尺的にカットして、結構ね、まあ、皆さんにも好評いただいたエジプトの村、イドゥムっていう村があったんですけど、まあ、そこのちょっと裏エピソードとか、動画ではね載せきれなかったエピソードが満載なので、思いの丈を語ります。まあいろいろねあったんですよ、その動画で見せきれない部分が。そうやね、いろいろ話したいんだけどね、どっから話す？ピーターの話からするか。まあピーターね、ほんといいやつで、まあそれは動画でも伝わってると思うんだけど、でめちゃくちゃね語学も堪能で、村のね観光とかに対する情熱もすごくて、シカと同い年なのかな。そうそう、30って言ってたね。うん、俺の一個上なんだけど、ほんとなんかもう友達みたいな感じで仲良くなれてね、いろいろとフランクに話できる仲になれてすごい嬉しかったなと思っているんですけど、本当動画だけで見たら完璧なお兄さんやんって感じになってるかなと思うんですけど、まあそんなこともなくて意外とお茶目だったりして、そうそう、おちょこちょいって感じ。おちょこちょいだったよね。忙しいよね。忙しい。あの宿が本業じゃなくて別の町にある会社のリモートで、何の仕事してるかよく分かんなかったんだけど、ちゃんとまあなんかその会社員としてやってるっぽくて、ただそれを仕事をまあ俺ら来るからっていうので休んで、多分今回ガイドしてくれてたわけなんですよね。だからほんとまあ仕事の電話も結構鳴ってて、それに対しての対応もしつつで、僕らの方もめちゃくちゃ構ってくれるから、そんな構わなくていいのにっていうぐらい構ってくれるから ね、 ね、ほんともう彼の頭の中はもうぐっちゃぐっちゃになってて、結構さっき言ったことすぐ忘れてたりとか、はい、もうそういうことはもう無限とあったね。いい意味でおせっかいって。いい意味でおせっかい。僕らの前に来た日本人の人がいたらしくて、その人がメッセージを残してたけどね。そこがねまた憎めないというか、ね、そう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 。まあそんな、 なんか頭の中がとっちらかってるピーターなんだけど、やっぱ家の中もとっちらかってる。いやそうやな。そうな。まあこれはその動画でもね、ちょっと家の中の様子見せてたけど、うん、まあなかなかね、お片付けしてないなって感じのお家だったよね。あれがエジプトのスタンダードかはちょっと怪しい。わかんないよね。結構なんか他の家にもさ招待してもらったじゃん途中で、ね、結構綺麗な家もあったから。エジプトだからとかっていうのは多分違うんだろうけど、僕らめちゃくちゃ皆さんにもね、あの村本当機会があったら行ってほしいなと思うんですけど、綺麗好きというかそういう人だとあの宿泊まるのは難しいだろうなっていう感じのところでしたね。相部屋になることもしばしばあるらしいし、まあ問題なかった。問題なかったよね、全然。まあ慣れたら僕らは大丈夫でしたけど。そしてドルシー。そしてドルシーな。そうそう、結構皆さんもコメントでもね、このおばあさんすごいなみたいな感じで気になられてたドルシーっていう人が、まあ僕らの村の滞在の2日目に合流してきたのかな。2日目から宿に泊まり始めて、で今度はドルシーと相部屋になるんだけど、彼女もねすごくて、まあそのスウェーデンからエジプトまでを全部自転車、まあ電動の自転車なんだけど、うん、で旅してる72歳の方ですね、女性の方で、本当パワフルだよな。すごいよな。えぐいよね。信じらんない。もうなんかあの人に会ったから、なんかこれからはもう年とか言い訳にできねえなって感じだよな。全然もう何でもできんじゃんっていう感じで、すげえ勇気を与えてくれたおばあさんがいて、うん、まあ割と影響力もある人なのかな、巷では、うん、エジプトの大統領となんかツーリングしてたりとか。よくわかんないんだけど、よくわかんなかったけど、うん、なんか途中をね一緒に並列、そうそう、大統領も並列してあのエジプトに入ったあたりかな、一緒に走ったりとか、検索すると結構記事も出てきたりとかするから、うん、まあ本当すごい人なんだなっていう感じなんだけど、ただ実際一緒にね同じ部屋で過ごしてあの旅してみると、結構お茶目なおばあちゃんだったよね。お茶目っていうことで、そうそう、お茶目って言葉便利でね。まあ別のお茶目やったよね。別のお茶目だった。そうそう。なんであの人が自転車でスウェーデンからわざわざねエジプトまで旅してるかっていうと、気候変動、要は地球温暖化とかそういうことに対するアゲインストとしてやってるんだよね、うん、
まあその排気ガスを出さないさ自転車でどこまででも行けるっていうことを証明して、そういう車とかそういうものから出る CO2 を減らしていって、まあ、気候変動を抑えていこうぜっていう、まあ、そういうね強い意志を持ってやってる人で、まあ、本当ねリスペクトするなっていう感じなんだけど、まあ、そういうね強い意志を持ってる方だからこそ他のね結構些細なことに対しても強い意志を持ってるんだよねでその強い意志がさっきのそのこちらかってるピーターともうほんとめちゃくちゃ衝突してたよね些細なことでそうそう、なんか火花散ってんな火花散ってんなと思ったらこいつはまたやってんじゃんっていうのでほんと僕らが仲裁に入るみたいななんか間に挟まれてって感じだったよねまあピーターが作ったご飯フライドポテトとか出してくれたんだけど何このポテトめちゃくちゃ冷たいじゃないみたいな卵が塩辛いわとか僕らは絶対言えないんだけどまあ彼女は結構ストレートにねこの家ちょっと汚すぎるわよみたいななんか言ったりとかそれでピーターちょっとねおーそうかみたいになったりとかいろいろね揉めることもあったんですよね実はそうまあそういう些細な揉め事はたくさんあったんだけど、まあ、一番揉めたのがドロシーが村を出る時で僕らより先に村を出たんだよねドロシーの方が、うん、また次の目的地に向かって自転車であの旅を再開するっていうことで村を出ていくんだけど、まあ、その村自体がやっぱりまだまだ観光客の受け入れとかには慣れてない村だからほんとピーターも言ってたけどまだ数十人しか外国人観光客が来たことがないっていうところで僕らがその街歩く観光するだけでも警察官が一緒についてきてくれたりとかそういうレベルの村なんですよねだからこそやっぱりその72歳で女性の方が自転車を使って旅を続けていくっていう僕らが聞いても結構すごいなってなるじゃないですか村の人からしたらもうなんだそれはっていう到底理解ができないことなんですよねだからその、まあ、それをそう簡単には許せないというか、まあ、心配が相まってだと思うんだけど、まあ、村に来る分には多分あんまり知らなかったからね情報をその自転車で来るとかっていうのを、まあ、全然来れたんだけど村から出ていく分にはちょっとその自転車とかだとさすがに心配だし危ないからやめてくれとせめて、まあ、アルミンヤっていう町にある中の村だったんだけどアルミンヤの市街地まではタクシーを使って行ってくれとただそのタクシーに乗るのが彼女すごいやっぱり嫌だったらしくてまあなんかお金がかかるとかそういうのがあるっていうよりかはおそらくそのやっぱり気候変動のことがテーマでやってる旅だからまあそんな中でタクシーを使うのはっていうのもきっとあったんだと思うんだけど、まあ、どうしても乗りたくないとでそれでもう本当に揉めたねびっくりするぐらい揉めてた警察も村の警察全員だろこれみたいな数の警察がピーターの家の前に来て彼ら英語話さないからピーターが通訳になってドロシーの言いたいことを通訳してで警察の言いたいことをドロシーに通訳してっていう感じでただねやっぱどっちも譲れなくてねその警察の人たちも、まあ、村の一応ルールであるのかなそういうのはなんか放ってはいけないというか何なのか、まあ、結構強めにね絶対タクシー乗ってくれっていう風には言っててドロシーもドロシーでもう一歩も引かずむしろ前に出ていや私は乗らないっていう感じでねもう押し問答というかずっと平行線だったよねそれでもう数時間揉めてたよなもうなんか逮捕されるんじゃないかぐらいのマジで本当そうそこまで粘る感じだったね、まあ、ピーターもね間入ってる側だけどやっぱりどっちかって言ったら町の人間だからまあまあちょっとドロシーそこは譲歩してよって感じではあったけど、まあ、でも結局まあ最後の最後は車に乗って村を出ていきましたドロシーはなんか警察の車多分ね自転車も乗せられるようなのが来てそうだねまあお金を払ったみたいだけどなんか護送されていったって感じだったよねいやおもろかったなまあなんか旗から見てるか面白いけどいろいろ感じたよな、なんか自分の意見をしっかり持ってさそれを主張するっていうのがすごいなと大事なことだなと思いつつなんかこういう日本人みたいな立場も必要というかさ、なんていうのなんか5人いれば5人従いじゃないけどそういう精神もなんか邪魔してる身だからさ、なんかやっぱあの件があってピーターのやってることは本当に正しいのかっていう村のねそういう風に思う村の人たちも出てきちゃわないかなとかそうだよねいろいろ考えたよね、まあ、ただドロシーからしたらやっぱりそういう強い気持ちを持っていないとそりゃもうね72歳でスウェーデンからエジプトまで来ること自体がまず無理だろうし、まあなんかそこはね信念があるんだろうから何とも言えないけど、ね、まああんだけいろいろあってそれがきっかけで村もなんかこういろいろ考えるきっかけになったらあいいかなとは思う、ね、そうだね最終的に、まあ、完全に僕らは野獣馬としてその衝突を見ていました相変わらずあ写真撮ってって言われながらそうそうまあ何が正しいのか分かんないですねいやでもなんかほんと総じてあったかい村だったね、なんでだろうねやっぱりうざい国とか聞いてたからかな。やっぱエジプトに行く前はあの村のことももちろん知らなくてエジプトで何しようかねっていう感じでなんとなく行ったじゃん、ね、まあピラミッドとか見れたらいいかなと思ってたよ。そんな自分を殴ってやりたくなりましたね
本当に何を言ってんだって感じだった。うん、衝撃だった。なんか名言言ってたよな、これ絶対サムネの言葉に使いたいとか。なんだっけ、旅に殴られた気がした、これです。そしたらね、マジ意味わからんってめっちゃ言って、いや意味わからんじゃん意味わからんってめっちゃ、これはすごいいい言葉を思いついたと。いや、そうそう、自分の気持ちを表したと思ったらね、めっちゃ笑われた。村から帰るバスの中でね、私めっちゃ今の感動を表す言葉を決めたみたいな、旅に殴られた気がするって言ってて、マジ1ミリも理解できなかったどういうこと12秒。明確な目的はないんだけどさ、旅してなんで旅してるのかって言われたら、うん、でもやっぱりなんか自分の中のさ、もう出来上がっちゃったなんか凝り固まった価値観とか考え方とかさ、自分の中の当たり前っていうのをどこかこうぶっ壊してもらいたくて旅してるっていうのはもちろんなんかあって、そうだからさ、なんかちょっと聞いたエジプトは結構うざい国だみたいな、そんなことで片付けようと一瞬でもした自分がすごい恥ずかしくなってさ、あの村に行って本当、あ、やっぱり自分の目で見てみないと分かんないし、何でもそうだけど絶対これが正しいとかさ、もう絶対こうだみたいなことないじゃん、うん、絶対そのなんか両面あってさ、うちらこの YouTube とかで発信する側になっても思うけど、発信する時もどんな風に切り取ってさ、どんな風に見せるかによってやっぱりその見え方とか変わるし、だからまあうちらがやってることが全てではない、もちろんうざい人たちもいるんだろうけど、まあな、そうそう、なんかそれも常になんかあるなって思う、見てくれてる人にもなんかそれはまあいい意味でね伝わってたらいいなと思ったりして、観光地のギザとかにもめっちゃ可愛い子供いっぱいいたし、めっちゃいた、うん、普通に街歩いてたらねもうあの村と一緒のみたいな感じで無邪気にね、あの話しかけてくる子供たちとか、うん、大人もそうだったけど、うん、ちゃんと適正価格の飲食店もいっぱいあるし、うん、宿の人はみんないい人だったし、うん、だからまあどこ行くかっていうより、なんかその行った場所でいいところを見つけていきたいなっていう感じ。そうだね、だね、なんか悪いことがあったとしてもそれがそれでもう印象を決めちゃうとか決めつけちゃうっていうのが一番なんかもったいないなと思ったし、なんかね、まあただほんとね、そういうなんか優しい部分発信するっていうのは結構 YouTube 的にはね厳しくて、あんまりね興味を引かれづらいっていうのはあるんだよね、きっと。どうしても詐欺とか、なんかそういうちょっと刺激的な方がやっぱり動画としては興味深いものになるし、まあ伸びやすいんだよね。まあもちろんね、そういう動画にもリアルを届けるっていう意味でいいもんだと思うんだけど、ただね、僕らこのもうなんか優しい世界を届けるチャンネルであり続けたいなと思った。いやでも結構虚しいと思うんだよね。エジプトのさ、世界三大うざい国みたいなもん、きっとなんかそういうのが積み重なってさ、なんだ、客引きのおっさん、めちゃくちゃしつこかったとか、物買うときにぼったくられたとか、まあそういう方がさ、なんかおもろいじゃん、発信としては。なんでなんでってなるからさ、でもきっとなんかそういうのが積み重なってうざい国になっていったんだろうなと思ってさ、だからまあそういうのは一つの側面としてあるのは理解してるけど、こっちのなんか優しい側の側面、あんまりそのなんだろう、発信する上でたくさん見られはしないんだろうけど、そういう世界もあるよっていうのを引き続きね、あの出していきたいなとは思うので、ぜひあの応援してもらえると嬉しいです。もちろんね、楽しい動画もたくさん作っていくので、ただコンセプトとしてはそういう気持ちでやっていきたいっていう感じだね。うん、まあ、トラブルがあればまあそれも正直に出すだろう、もちろん出す、リアルだからねその方が。そうそうそう、うん、温かいものを作りたいですね。そうだね。いやでもほんとね、こんななんかチャンネルですけど、見てくれてる人にはもうめちゃくちゃ感謝です。本当にコメント見ながら本当に、ね、泣いてるよねマジで。あったかいコメントが多くてね、そう、見てくれてる人いるんだなと思って、ね、うん、やっぱりね、再生回数はそんな伸びないんですよね。 YouTube の話ちょっとまた始めちゃいますけど、なんかやっぱインド旅してた時が一番伸びてたじゃん。確かに確かに、インドってそれだけでみんな見てくれるよね。うん、やっぱ興味深い国なんだろうな、ね、まあ、かつ俺らもさ、やっぱいろいろ大変なこともあったりしたから、そういうのが続いてね、興味深いチャンネルになったのかもしれないけど、まあ、そこを離れてからね、徐々に再生回数的には減っていってるっていう状況なんですけども、そんな中でもね、多分変わらず見てくれてる人は変わらないんだろうなと思って、コメント欄とかすげえあったかいしね、このチャンネルに出会えて嬉しいですとか、そういうこと言ってくれる人たちもいて、なんか本当にもうそういう人たちの応援がなかったら、多分僕らは心が折れて辞めてただろうなっていう感じの結構厳しい状況があったりもしますけど、でもあの皆さんのおかげで走り続けられていますので、これからも応援どうぞよろしくお願いします。寝た？寝た？全然帰ってこないから近いし寝ちゃったかと思ったはい、ということで今回僕らエジプトの裏エピソードみたいなところを話してまいりました。また次の動画からは次回の国になっていると思うので、そちらも楽しんでもらえると嬉しいです。はい。
何もまだ予定がありません。何も予定がありません。どこ行くんでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。てて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 。今回もご視聴いただきありがとうございました。皆様からの応援が動画更新を続けるモチベーションになっています。チャンネル登録をしていただいて、コメントや高評価で応援してもらえると嬉しいです。また一緒に旅しましょう。バイバイ。